国内外のスーパースポーツカーがサーキットで最速を競い合うスーパー GT。 全8戦でしのぎを削ったシーズンもついにここ茂木で最終戦を迎える。この不況にも負けず満員の観客でスタンドは埋め尽くされ超盛り上がりを見せた。 V オプトでおなじみの面々も多数出場。トップドライバーでありながらいずれもドリフトにかけては熱い思いを抱く男たち。ドリフトで培った技術はレースの世界でどこまで通用するのか。7戦を終えて GT500 のチャンピオン争いはこの通り、どえらい接戦だ。最終戦はどんな展開になるのか。なんとですね、500、300ともに今日まさしくこの決勝の後チャンピオンが決まるということなんですけども、マツダ次男ローレルに乗ってるドリフト野郎、こいつがですねなんとポールポジションを獲得しまして、なんとこのまま優勝してしまうと23号車逆転チャンピオンということで、ポールポジションに座るマツダ次男はイカ天全国大会にも出場を果たした知る人ぞ知るドリフト好き。ではフルチューンの愛車ローレルを操るその腕前をご覧あれ。まずは片岡が打って、あまさか GT でも車なんか掃除しないのにこのドリシャを掃除してる姿、これ貴重な映像、かなりやばいですねこれ。ドリフトはともかく本職では見事ポールポジションをゲット、決勝も期待できそうだ。ローレンで培ったドリフトで今回チャンピオン目指したいと思います。 GT300 チャンピオン争いは3チームに勝負権がある状況。そしてそのランキングのトップに立つのが片岡谷口の D1 ドライバーコンビだ。 D1 ではニューエンジンを投入するもマシンセッティングに悩まされ低迷した谷口、片岡も徐々にランクを上げたものの記憶に残る活躍はわずか。そんな中スーパー GT では第1、2戦と連勝を果たすなど絶好調。そしてこの最終戦で3位以内でゴールできれば谷口は2011年、片岡はオリドと組んだ2009年以来のシリーズチャンピオンとなる。しかしシリーズチャンピオンは固いかというとさにあらず、予選ではランキング2位の SLS がバカッパや、谷口たちは3位のタイムだ。谷口片岡賞賛はどんなのよ。これはもうみんなチャンピオン取れるんじゃないのっていう風な風に思うんですが、実はですね全然ゆとりはなくてですね五分五分な感じですね。ね、そうですね、まだ結果次第では自力でチャンピオン取れるんでね、もちろん今回ここにチャンピオン取りに来てますから、ぜひともチャンピオン持って帰りたいと思います。もうベンツは今日は早すぎるんで、おそらく何事もなければ1番を取ってしまう。で我々が2位か3位を取りたい、その時に周りにいるプリウスとか他にも速い車がいっぱいいて、果たして表彰台に登れるのかっていう感じですね。賑やかになりました。そしてオリドが狩るマネパランボルギーニはどんな感じ。ビデオクリップ、ビデオクリップ、ビデオクリップ。レースを前に今一つ気合が乗らない様子、というのも第2戦でチームメイトの青木が大クラッシュ、片落ちマシンへの乗り換えを余儀なくされた。第4戦では雨を味方につけ奇跡の優勝を果たすも、ドライ路面では戦闘力不足が否めず今回は予選17位と苦戦している。レース直前谷口片岡のピットでは作戦会議の真っ最中、ファーストドライバーの片岡にドライバーチェンジまで3位をキープするよう厳命が下ると、トップを狙うとはあくまで強気の片岡、マシンはスターティンググリッドへ。グッドスマイル初音ミクの周りには相変わらずのすごい人だかりだ。ギャラリーのお目当てはセクシーなお姉ちゃんたち。谷口さん、ずっとお尻見てたでしょ、真面目な顔して。真面目に尻見てたよサングラスでわからんと思ってもバレてんぞ。まあこの尻なら見たくなるのもわかる。さあ、ライ
てもらってもこれでチャンピオンが決まる。レーススタートだ。 GT500 はマツダのモチュールオーテック GTR が勢いよく飛び出した。続いて GT300 クラスもコントロールラインを抜けてスタートを切る。初音ミク号の片岡は作戦通りゲイナーを抜くことはやっぱりできず。しかし1周目でプリウスを抜いてイン浮上。やる。その頃 GT500 ではおっと、ランキング1位のペトロナスと4位のカルソニックが接触。ローレル松田後ろの混乱で七夕状態。片岡トップのゲイナー SLS とのタイム差はいかんともしがたく7周目にはこの差。前は逃げるし後ろには疲れる嫌な状況。どこまでこの状況でいけるかな。24周目 GT500 を交えて3台錯綜してのパッシング。クラッシュだけは避けたい片岡。ヒヤヒヤだ。3位に順位を落とした片岡。さらに26周目にはアウディにも抜かれ4位転落。まずいよまずいよ。初音ミク号もうタイヤが限界と見てピットインを決断。ドライバーチェンジダウン。シリーズチャンピオンは紙一重の状況。谷口根性で何とかしろ。いや自分ではね100点なんだけど、ちょっとやっぱ気温が自分たちにとってはあんまり合ってなくて、ただもっときついかなと思ったら周りもそんな来なくて、まだ十分勝負権あるし、なんとか谷口さんに頑張ってもらいたいですね。3位のアウディもピット作業を終えてコース復帰。ポジションは初音ミク号よりかなり前だ。谷口は少なくともあと1台抜かないとシリーズチャンピオンはなしんこ。もうプッシュをかける谷口はタイヤが温まる前のアウディに仕掛ける。勢いに乗ってアウディをパース。これで3位を取り戻した。今のままゴールしたらチャンピオン。でも後ろの車がまだ今タイヤが温まってきてどうなるか。 GT500 では順位が上がらない坂東雅子が賭けに出る。タイヤ無交換でピットロスを減らし2位浮上。タイヤが持てば表彰台か。一方カメラは予想外の人物に。何してるんですか。逆に何してんの。いや一応ドライバードライバー乗ってる乗ってる。汗かいてるけど一応今終わったとこだよ。あれ来るの遅くないですか。ちょっとアマさん率いるロータリーエンジン専門チーム、風林火山のドライバーとして V オプトの元レギュラーだったクルリン吉田。すぐクルリンしちゃう頼りない男なのだが、 GT なんて乗って大丈夫なの。一応無事に自分のスティントはミスなく終わりました。こなしました。あとは相方さんに頑張ってもらうだけです。タイヤが温まったアウディがペースを上げ、谷口が序盤で作ったアドバンテージが徐々に削られていく。残り周回数はまだ13周。谷口逃げ切れるか。きついな。勘弁してくれ。さて GT500 タイヤ無交換作戦はどうなったのか。ピットの祈りも残念ながら届かず。1台そしてまた1台と無念のごぼう抜かれ。くぅ厳しい。一方谷口あと4周守りきればチャンピオンだ。
緊迫の攻防を繰り広げながらついにファイナルラップ。最終コーナーを立ち上がってあとはストレート。精神力でねじ伏せ、谷口3位でチェック。スーパー GT2014 シリーズチャンピオンをその手中に収めた。やったね、やかった嬉しい。いや気が抜けなかった。ほっとした。ほっとした。いや初めて嬉しいだけなんで、すげえ嬉しい。目標を渡るようなレースを制しただけに、その喜びもひとしおだ。しんどかった。GT500 は有言実行松田継代がシリーズチャンピオンに輝いた。とったらチャンピオン、とったら見たか苦しかった。前をかけるどころか後ろをが来るのを守るのが精一杯で、最後までいけてよかったです。最高です。こんなに長い250キロ初めてだし、レースやってて初めて嬉しくて泣いた。どうだろうGT300、500ともにドリフト野郎が大活躍した2014年、2015シリーズも新たなスターたちの活躍に期待しよう。